キー将棋会館。どうもスパダンス森田です。山本です。さあ始まりましたということですけども、はい、自己紹介です。自己紹介じゃないですか。いいですか。おミルクの藤本です。藤本ということで、普段はねもう一人、はい、皆さんおなじみだと思いますが、でんでんだぬきというコンビのね、住民というのがいるんですけど、知らないよ今さら。もう何回も出てるやん、はいはいはい、電車乗り間違えて遅れますと遅刻。どうしてやる。やってくれたな。平成最後のジョッキー将棋会館を遅刻だって無視だな。あいつ無視しようできた。無視。ここに来てもう初歩的な技を無視。コメント欄ダンサーがいない、ダンサーがいないよって。あいつマジで無視しよう。ガン無視しようぜ、うん、入ってくださいって言ってくださいね。入ってもらってから無視しない炎上って何。まあでもいった。ああまあね。あ、揉みすぎちゃんやろう。懐かしいね、揉みすぎちゃん。揉みすぎちゃんあったな、うん、氷大量に買って帰ってね。どういうこと。ああ、うちの嫁が多分なんかちょっと火傷したから小籠包食って。いやいや、ピッて汁が飛んでこない。でも今冷蔵庫ないからさ。本当はお前が感謝してただれただけじゃない。誰の精子がただれさせんだよ。おかしいだろよ。俺の精子でただれるわけねえよ。びっくりする、俺の熱々じゃないんだけど。熱々のかけてるわけじゃねえんだから。でも手を動かすスピードが速すぎて。いや、バカ野郎。おかしいやろ、そんなんで火ついたら、お前。今、笑っちゃいけないよね。笑ってはいけない。うん、ケツバットされる。さあ、じゃあ行きましょうかね。この番組はですね、一応将棋番組になっております。この放送はニコ生 FC2 フレッシュ3サイト同時生配信でお送りしています。ニコ生には広告機能、 FC2 にはチップ機能があるんで、よかったらご利用くださいということで、じゃあまずは毎月のやついきますか。はい、皆さんお待ちかねのね、今月の毎日畜生ですね、いきたいと思います。はい、まあ1個大丈夫ですか。この状態で肩トントンってされたらもうゴチになりますしかないです。支払いが決まった時しか見たことないですけど、カメラ回ってる前でトントンはもういいっすか。どうした。おはようございます。なんだよそのマスク。これはつけた方がいいかなと思って。いや、かぶるならちゃんとかぶるさ。こうだと思って。いや、そこじゃねえだろ、その口だろ、そこ。いや、マジでやってんの。どういうことですか。どこから注意していいか分かんない。違う違う、何なんだよ。いや、もっと下げんなって。あ、ちょっと顔の関係で。あ、これことですか。そうだよ。あ、申し訳ないです。いや、できたからなんだよ。すいません、これです。何を間違えたの。あ、完全に調布駅にいました、僕。調布駅。はい。あ、特急乗ったんだ。あ、特急乗ったんだ。はい、お前、エロいこと考えたんだろ。だから駅を飛ばしたんだろ。そうです。パロズです。でもおかしいですけど、何駅だっけ、あれは最寄りの駅。最寄りは今日新宿から来たね。あ、そうなんだ。お前、まず謝れよ。なんで今日新宿から来たねって。申し訳ないです。何なんだよ。すいません、すいません、申し訳ないです。遅刻しやがったら。はい、言ってやれよ。え、別にいいよ。いいよ。